毎年8月16日は夜の宮津湾が幻想的な風景に包まれます。日本特別名勝天の橋立の灯籠流しはおよそ1万個の灯籠で宮津湾が彩られ、クライマックスに近づくにつれ精霊船が燃え行き、夜空には花火が打ち上がり、海と空を鮮やかに飾ります。地元の人々の祈りとともに歴史を重ねる灯籠流し花火大会の起源は現在から戦国時代まで遡ります。戦国時代に細川雄斎が丹後国宮津に入国し、海辺に城を築いたことで宮津の城下町の原型が作られたと言われています。そしてその城下に暮らす人々によって盆にお迎えした先祖の霊を再び極楽浄土へ送り出すために供物とともに灯火を添えて海に灯籠を流したのが始まりと言われております。もともとは先祖の霊を送り出すために始まった灯籠流しに花火が空を彩るようになったのは最近のことです。大正13年に宮津に鉄道が開通します。それを祝して喜びを花火とともに打ち上げたのが始まりで、地元の人の交通を守る大切な鉄道を今もなお大事にし、花火が空を彩り続けております。宮津湾には初盆を迎えた家から流れる精霊船と先祖の霊を敬い再び浄土へ送る灯籠の2つの祈りが流されます。この精霊船や灯籠は地元の方々が伝統をつないでおります。昔ながらの製法で竹ひごで骨組みをこしらえ、紅白どちらかの紙で覆い製作されております。地元の人によって大切に伝統が守られ、昔と今をつないでいます。日本の特別名勝天の橋立は昼間に見せる景色で人を虜にするだけではなく、一年に一度夜に見せる幻想的な風景もまたみんなの心をつかんでやまないものでしょう。一度この雰囲気を味わってみてはいかがでしょうか。天の橋立が一人一人に訴えかける情緒を感じてみてください。